公式記録、専門家の分析及び関係者の証言は特に関係ないフィクションです。いやー、本日は記念すべき遊覧飛行事業第一便にご登場いただいて本当にありがとうございます。はなかなか応募される方がいなくて暇を持て余してたところなんですよ。この遊覧飛行大丈夫なんですよね。大丈夫ですよ。ちょっと回ってすぐ帰ってくるだけですから。今日は海の方を見たいということでしたよね。そうですけど、さらっと何飲んでるんですか？エネルギー源みたいなものです。今機体を始動させますからしばらくお待ちくださいね。いやー、すいませんね。二人とも後部座席に押し込んで、本来だったら乗務員一人で良いんですけど、お互いにノウハウを蓄えるために一応同乗してるんですよ。宮崎タワー、ノベンバー801パパ。ノベンバー801パパ、宮崎タワー、ゴアセット。ノベンバー801パパ、VFR ローカルフライトトゥーザイースト、リクエストタクシーインストラクション、ウィズインフォメーションデルタ。ノベンバー801パパ、タクシートゥーホールディングポイント、ランウェイ09、リポートウェンレディーフォーディパーチャー。タクシートゥーホールディングポイント、ランウェイ09、リポートウェンレディーフォーディパーチャー、ノベンバー801パパ。はい、それじゃあ行きますよ。おう、随分軽い感じなんですね。まあある程度リラックスした方が安定して飛べますから。そういうものなんですか。宮崎タワー、ノベンバー801パパ、レディーフォーディパーチャー、リクエストストレートアウトトゥーザイースト。ノベンバー801パパ、ストレートアウトアプリーズが、ウィンザライ00アッパナイナー、ランウェイ09、クリアド4テイクオフ。ストレートアウトアプルーブド、クリアド4テイクオフ、ランウェイ09、ノベンバー801パパ。オッケー、アプローチ側トラフィックなし。まあこのご時世だし飛んでるのは少なめっぽいな。あ、そうだ、シートベルトは大丈夫ですか？離陸ですからね。大丈夫です。オッケーですよ。にしてもこの機体、曲がるときはステアリングじゃなくて左右のブレーキで曲げるんだな。最初は結構戸惑うけど、慣れれば問題なく扱えるっぽいね。機長さんはこの機体の操縦歴長いんですか？いや、全くですね。え、この機体受け取ったのも昨日ですからね。そもそもこれ借り物ですし。あ、これ借り物なのか。道理で犬レジだと思った。まあ大丈夫です。これと同じターボ付きの単発ピストン機は何機も飛ばしてますから。ちょっと、なんでこんな怪しい遊覧飛行申し込んだの？いやだってサービス開始記念とか言って9割引きになってたから。9割引きになってるからって命まで捨てることになりそうなの選ぶことないでしょ。でも、今までにない特別な体験を、って書いてあったらなんか惹かれるものがあるだろ。そうは言ってもやっぱり怪しいし降りましょうよ。今ならまだ離陸してない島田のぞみが。はい、それじゃあ離陸しますよ。70ノットで機種上げやっぱこの手の機体は軽くて良いな。パワーも十二分だしね。まあ固定客だからちょっと抵抗はあるだろうけど。ノベンバー801パパ、リポートリービングコントロールゾーン。リポートリービングコントロールゾーン、ノベンバー801パパ。フラップアップっと。それじゃあこのまままっすぐ飛行しつつ、高度上げていきますね。少し雲は多いですけど、それでも綺麗に海が見れると思いますよ。ああ、神よ、どうかお慈悲を。よかった、今のところは順調みたいで。ほらな、安くても案外悪くはないだろ。ああ、なんか離陸直前から顔面蒼白になってるなと思ったらそんなことを気にしてたんですね。大丈夫ですよ、そうそう事故なんて起きませんから。よかった、この調子なら普通に戻ってこられ。うわ、うお、鳥か。どっから湧いてきたんだ、機体に当たったよな。あんまり音はしなかったけど、多分、あ、エンジンのパワーが落ちてる。まだ回ってはいるが、止まるのも時間の問題っぽいな。とりあえず引き返そう。ごめんなさいね、ちょっとしたトラブルが起きたので引き返します。いや、エンジンがどうのって聞こえましたけど、それがちょっとしたトラブルで済む話なんですか？鹿児島 TCA、ノベンバー801パパ。ノベンバー801パパ、鹿児島 TCA、ゴアセッサ。メイデイメイデイメイデイ、ノベンバー801パパ、ウィーウォットバードストライク&ウィーアールージングパワー、ウィーアーリターニングトゥ宮崎エアポート。ノベンバー801パパ、鹿児島 TCA ラダー。スコープ3304アンダーアイデンタ、ウフリーゼイ。スタンバイ、ノベンバー801パパ。どう見てもさっきからエンジンの挙動がおかしいな。止まる寸前か。高度と速度両方維持するのはもう無理だね。とりあえずスコープ合わせて。アイデント。鹿児島 TCA、ノベンバー801パパ、アイデント。あちゃー、完全に止まっちゃった。ノベンバー801パパ、鹿児島 TCA、レーダーコンタクト。パーティーマイル09、宮崎エアポータ。
ラジャー、アイルコールユーバック、ノベンバー801パパ、13マイルで3600フィート。だいぶ厳しいね。着水コースか、でも固定客だから普通に着水してもすぐひっくり返りそうだな。とりあえずエンジンは完全にブローしてるから、ミックス車をオフにして燃料供給も止めよう。降りられるところないよね。この前と違って完璧海の上だしな。ちょっと待ってください。この前って何ですか？前にもこんなこと起きてるんですか？原因はちょっと違ったんですけど、まあいろいろありまして、とりあえずライフジャケット身につけておいてください。あ、まだ膨らませないでくださいね。そこの下に入ってるので。あの、これからどうなるんでしょうか？無事に帰れるんですか？大丈夫です。この機体には秘密兵器がありますから。秘密兵器？宮崎はあそこか。目と鼻の先ではあるが、でもやっぱりこの高度からじゃ無理だね。とりあえずなるべく陸地に近づけるようにできるだけ滑空しよう。ま、その方が救助もしやすいだろうしな。え、もしかしてもう着水前提でことが進んでます？鹿児島 TCA、ノベンバー801パパです。海上に着水します。海保か何かに連絡しておいていただけるとありがたいです。ノベンバー801パパ、了解しました。ごめんよ。着水には客数を使おう。多分そのまま入るよりも安全だし。お、それまだ体験したことなかったから気になってたんだよな。あの、客数って何ですか？さっき言った秘密兵器ですよ。この飛行機にはパラシュートがついていて、旋回させることで機体ごとゆっくり降下させることができるんです。え、そんなシステムか。これなら痛い思いしなくて大丈夫です。ただパラシュートといっても地上3メートルから落ちるくらいの衝撃は来るので気をつけてくださいね。さて、問題はどれくらいの高度で作動させるかだな。確か推奨だと地上から2000フィート以上だったはずだから、それまでには出すよ。となるとそろそろ出した方が良いんじゃないか。もう2500フィートだぞ。確かに安全マージン考えたら出しといた方がいいかな。パラシュート展開するとき、思いっきり減速することになると思うので衝撃に備えてくださいね。はい。フリューエルミックス車はカットオフにしたよね。よし、それじゃあ展開しますよ。せーの、ワッと。よしよし、ちゃんと展開したね。あの、それはいいんですけど何か燃えてません？あれ、ケーキ上は問題ないんだけどな。降下して初めて目に見えるってことはキャビンより下側、エキゾーストあたりの出火かな。とりあえずもうあと1分もしないうちに着水だから、そこまで持ってほしい。もうすぐ着水です。衝撃に備えて。着水したらすぐに機体から出てください。波があるのですぐひっくり返ります。はい、脱出。はい。へえ、それで突然目の前に鳥が現れたと。そうですよ、唐突に。きっと異世界から転移してきたに違いありません。あなた私をおちょくってるんですか？そろそろ長い仲になりますけど、そんな冗談通じませんよ。でも、広報用に録画してた映像も見ただろ。死にする数秒前になっても何も映ってないじゃないか。もう長い付き合いですし、その辺で矛を収めてもらってもいいですかね？私だって好きで長い付き合いしてませんよ。あの整備士が外されたと思ったら今度は自然が原因になるなんて。まあやっぱりこれくらいの運命力がないとこの業界やっていけないというか。そんなものはその辺に金繰り捨ててきてくださいよ。とにかく調査が終わるまで客乗せて遊覧飛行するのは禁止です。禁止。